もドクターフライさんでございます。新コーナー、このチャンネルは縦逃げする新コーナーがいくつあるんだよって言われそうだけどもね、どうでもいいけど、最近さ、なんかこう筋肉ついたと思わないより、うん、なんか結構筋肉質になったよねこれね、うん、まあいいや、どうでもいいとして、うん、いやだからなんでこのコーナーやるのか、なんでこのコーナーつか、大学教員のお仕事図鑑っていうコーナーを始めた、ぐったぐたじゃねえか本当にな、なんでこのコーナーを始めるのかっていうとさ、なんかさね、見た目が大学教員っぽくないらしいんだよ。一体何やってる人とか言われるんだけど、まあそれはともかくね、まあ世間の人が大学教員がどういう仕事をやってるのかっていうのが、まあ生放送とか聞いてると、そんな仕事もやるのみたいなようなことをね、たまにまあ受けるんですよ。あんまり受けないのは、このチャンネル大学教員、他のね同業者大学教員とか、まあそういう人たちも見てるから当たり前じゃねえかみたいに言われることもあるんだけど、まあそれはともかくね、世間では大学の教員が何をやっているのかっていうのが意外なほど知られてないんだよね。まあそんなこと言ったら小学校や中学校の教員ねとかも知られてないと思うんだけど、大学の教員ってまあ実はまあいろんな顔があるのね。まあ研究者だったりとかさね、まあわかると思うけど、まあ先生でもあるし、あるいはまあ一種の事務職でもあるんだよね。だから研究者であり先生であり事務職であるっていう3つのね、ポジションを兼ねてるもんだから、仕事がむちゃくちゃ多いのよ。なんでまあ、例えばさ、学生さんだったらさね、先生の仕事しかね触れないわけでしょ。であるいはなんかこうね、世間一般の皆さんだったら、俺はね研究ばっかりしてるようなね研究者のイメージしかないかもしれない。でも本当に多岐にわたる仕事をしてるんだわ。ということで、このチャンネルのこのコーナーではですね、まあなるべく映せる範囲で、まあ俺がやってる仕事を映して、大学教員がどんなお仕事をしてるのか、そのあまりの多様性をね皆さんに理解していただきたいという、まあ大学教員のお仕事図鑑というコーナーをね始めさせていただきます。それではね、どうぞまたよろしくお願いしたいんですけれども、多分皆さんが思い浮かべる大学の先生の仕事って目に見える範囲ではこの程度だと思うのよね。まあ、先生としては、まあ、講義のね、まあ、いわゆる、まあ、先生たる先生だな、講義の先生。で、まあ、実習、まあ、ね、実験とかやってる間にね、その前でその監督をしてる、まあ、実習の先生。で、まあ、試験をね、まあ、皆さんがやる中間講座、期末講座の、まあ、期末講座、特に期末講座とかを出題してる、その試験の、まあ、担当。あとは、まあ、卒検生で言えば、まあ、ゼミって書きましたけど、まあ、大学、ね、理系だったら、まあ、研究、研究室ラボみたいなね、こういうところで、まあ、卒業研究を教えるような先生。あと、まあ、研究者の側面としては当然研究、ね、研究というか、まあ、どっちかというとこれはこの全部研究の中に含まれるかもしれないけれども、ね、実験をしたり論文を書いたりみたいな、この程度しかおそらく、まあ、我々の仕事って知られてないと思うんだよ。でもまあじゃあこの図に、まあ、他の知られざる俺らの業務を全部ぶち込んだ図にするとこうなります。せーの、マンダラ見てだろ、うん、皆さんがまあせいぜい思うぐらいのまあ話としては、まあこのね、さっき書いたぐらいなんだけれどもね、それ以外にも大量の仕事が付随しているということを理解してもらおうか。で、しかも今あえて色を分けて書いたんだけど、ほとんどが先生とも研究者とも違う、ほぼ事務職みたいな仕事で成り立っているということをご理解いただきたいというのが、まあこの今回のね動画のミソなんだ。例えばこのね講義で言ってもさね、ただその場に行って好き勝手に喋りゃいいわけじゃねえんだね、まず講義は下調べをしなきゃいけない、そして教材作成をしなきゃいけない。でおめえらに講義した後は小テストとかそういうもう大体やれって言われてるから採点もある。そして、まあ、実習に関しても実習書や実験アレンジを俺たちがやって実習をするというのは、まあね、皆さんに結果が出るような実習をあえて俺たちはね構成してやってるわけだから、まあ逆に言うと皆さんでもできるような実習をアレンジしてるのは俺たちなわけですよ。でそれに関しては、まあ、出したレポートは採点しなければならない。そして、まあ、それらの出席を管理してね、でまあ、出てね、奴には、特に体調不良とかで出られなかった奴には補講をしなければならない。そして試験は当然問題は作成しなきゃいけねえし、採点しなきゃいけねえし、追試もやらなきゃいけない。ね。出てない奴がいたら追試もやらなきゃいけない。はい。
そしてこれらの特に講義実習のあたりには部屋を確保しなければいけない。部屋は当然数限られてるわけだから、まあ部屋の確保も俺たちだし、さらに言えばこのカリキュラムが改定されることもあって、その改定をやるのも俺たちの仕事なのであると。はい。でゼミね、ここでまあね、卒論は皆さん思い浮かんだかもしれないが、修論 D 論の面倒を見ているのも俺たちである。そしてさらに言えば学外指導といって、学生をこうね、この辺の県において学校の外に連れ出してやるね、っていうのも俺たちの仕事。なんならこの学外指導にもこの書類仕事っていうのはついてくるね。学外指導にもこの書類を出すっていう仕事がついてくるね。ね、でこれはあのまあ後でこの辺でも言うんだけど、大学っていうのは基本的にハンコがねえと動かねえんだわ、うん、最近ちょっと緩和されてるものもあるけど、いちいち紙の書類を出さないと動かねえ、もう環境破壊のゴミみたいなとこだよ。でね、まあ、その辺はまあ後でまた言うんだけれども、とにかく書類を出さないといけないのはこういう、あと逆に見学対応つって、なんかこうね、高校生とかそういう連中が見学に来るときにいちいち対応しなきゃいけないのも教員の仕事。さらに言えば講演会といって、まあ、外でねやる講演、または出張授業みたいなものに対応するという、こちらあたりも教員の仕事になってくる。だから大学教員は先生としての仕事だけでも山ほどあって、しかもその周辺にこういう大量のものが付随しているわけだ。そして、まあ、当然このゼミとかラボとかつったら、この卒論や修論 D 論の自分の学生じゃないものの審査員とかも含まれるっていうのは当たり前だよな。はい。で研究の方に関しては、俺動画でいくらも上げてるから、この、ね、周囲にこの黒で山ほど事務仕事を書くともうなんか見えなくなっちゃうから、あえてこの辺はそんなに書きませんでした。でもまあ、例えばね、学信必勝講座とかやってないけど、科研費の必勝講座でも分かる通り、この研究は金がなければね、霞を食って研究をするわけにはいかない以上、この資金調達といってね、科研費や助成金の書類を書いて、それを研究に回さなければならないという、そういう仕事も、まあ、事務職のような仕事も我々はやらなければならないし、ね、実験や論文に関しては、まあ皆さんね、俺の過去の動画ね、いろいろやってるから見てほしいんだけど、論文は自分のだけじゃない。人の論文を査読する、まあ、いわゆるレビューアーというものをやらなきゃいけない。で、さらに言えば、まあ、ね、論文を出したら、このプレスリリースというものを出せと大学が推奨してるんで、こういうのも書くし、それから、入ってくる取材みたいなものにも対応しなきゃいけない。なんならその後に書籍書きませんかとか言ったらね、まあそれはまあ任意だけれども、本を書いたりとかいう、こういうね、なぜ点みたいな仕事にもつながってくるというか、ここ、まあ、これは楽しいんだけれども、でもまあ時間は食われるわな。そして、まあ、学会に関しては、まあ、ちょっとこれ書き忘れてたんだけど、まあ、ね、皆さん研究者の仕事として、学会は思い浮かぶかもしれないが、学会っていうのは、ね、発表するだけじゃねえんだ。ね、運営に関わらされることもあれば、学会の委員といって、例えばね、学会に、が論文を持ってることがあるんだけど、その論文だって、当然エディターがいるわけだ。そのエディターを、まあ、ね、大学教員である人間が普通にやらされていたりとか、あと、学会の、まあ、これは運営の一種だけども、シンポジウムとか、そういうね、特別な企画に関しては、まあ、司会を、ね、学会の運営委員ではなく、研究者自体が、まあ、オーガナイザーとして司会をやることもある。まあ、この前俺も、ね、動物学会でやったんだけども、そういうものもある。で、それも大学教員の仕事ということになってくる。そして何より大事なのが、さっきちょっとの話に戻るけども、研究、まあ、特に実験、それから、実習、まあ、あと、ゼミ。この辺に関わってくるんだけど、全部、で、資材を、資材というのは、まあ、いわゆる消耗品とか、まあ、時には、ね、備品だったりするけれども、そういったものは、自分でこう、ね、どれだけ買うかを下調べしてから購入しなければならないのだ。そして、この購入物品は、どこが安い、あるいはどこのものがいい、みたいなことを自分でネットで調べて、家計費とかそういうもので調達してきた量の数の中から、まあ、ジムとのやり取りをしながら資材を購入しなければならないのだ。もはや、このジムとのやり取りがはっきり言って、喧嘩になることもある。それは、まあ、俺みたいな気が荒い人間だからなのかもしれないけど、喧嘩になることもある。そのぐらいこの資材の購入っていうのはめちゃめちゃ大事で、さらに言えばここにもさっき言った通りね、書類というものが噛んでくる。書類とね、書類とハンコね、うん、この書類とハンコは大学の、まあ、負の遺産という、負の遺産つうのもおかしいな、まああのね、抱きすべきぐらい書類とハンコの文化は大学のクソな文化だと思ってるけど、まあ今こういう制度なんだからしょうがねえから、まあやってんだけれども、まあいちいちね、鉛筆買いたいでもね、鉛筆買いたいですって書類出さなきゃいけないんで、バカじゃねえのって思うけど、まあそういう制度なんだからしょうがないね、うん、これ後で課金費の話で言うけど、課金費は自分で買っちゃいけないんだよ。あのいちいちジムを通さなきゃいけない、それが決まりなんだ、うん。で、ジムの人数が少ないところでは満足に手が回らないこともあるから非常にまあ苛立つんだけど、まあ、それともかくね、書類やハンコをこうやって、まあ、ね、やり取りして資材を購入しなければならない、ジムとのやり取り、時に喧嘩、これも先生の仕事であると。で、
その物品をさっき言った通りゼミにね、だ例えばゼミ生の何がどういう実験をしたいっていうのを聞いて、それを差配するという、ここに書かなかったけれども、もちろん学生とのね、まあ、ここねゼミの学生の出席管理とか、あるいは、まあ、ラボの学生の、まあ、研究管理なんていうのももちろん大学教員のお仕事、まあ、それは当たり前だよね。でここまででもくっそ大変だと思うんだけど、この両双方に関わらないのにここに類するような事務職の仕事もあるんです。まず一つ目は会議ね、もうこれ大学教員のツイートを見れば分かりますが、みんな幾度に言ってます、会議が無駄と、ね、うん、俺もそう思います、はい。なんでかっていうと、会議が月に3つもあるんですよ。全学会議、全学教授会ですね、学部教授会、学科教授会、バカじゃねえのって思うわ、うん、全部一つでやれええやんって思うんだけれども、ね、こうね、組織の縦割り式だから、学科会議で決まったものを学部会議に上げて、学部会議で上げたものを全学会議とかに上げていかないと、あの大学は話が通らないらしい。もうそういうもんだから俺は諦めてるけれども、まあ、これも参加っていうのが一つの制度になっている以上、まあ、こういう会議には出なきゃいけない。ちゃんと俺出てますよ、真面目だから。言っとくけど、俺あの大学院の自分のラボセミナーもあのシガテラ中毒で休んだ日以外、あと出張に行ってる時以外の、だから筑波にいる時はシガテラ中毒でどうしても体調不良だった時以外、無遅刻無欠勤ですからね、うん、そこぐらい真面目なんだもんね、うん。まあ、会議の時に寝てること、まあ、それはいいとして、まあ、そして学校のね、こういう会議に一つ一つ出て、ね、頭数にならなきゃいけない。会議っていうのは頭数が大事だから、頭数にならなければいけないのだ。そして、学内の委員会。まあ、学内の委員会って何なのかっていうと、例えば、ウェブ委員といってホームページを管理するような委員や、図書館運営委員といって何の図書を入れるのかの、そういう委員。まあ、あるいは、例えば俺は今図書館運営委員ともう一つやってるのが、ね、まあ、共通テストの委員ってやつなんだけど、まあ、共通テストの時期になったらその取りまとめみたいなの、実は、共通テスト皆さんが受けてるセンター試験、共通一次センター試験共通テスト、あの辺で動き回ってるの、大体ここの大学教員なんだわ。事務職として大学教員が動き回ってる。その、ね、そういうような委員もやらなきゃいけない。そしてさっき話が出てきたのが入試監督だ、ね、まあ、東大みたいに入試の種類が少ないならいいのだが、この大学のように入試の種類が5つも6つもあるようなところなら、そのために5つも6つも最大で委員をやらされる可能性がある、ね、毎回ポストにそのやる委員にはあの紙、ね、ここをやってくださいっていうものが入ってるんだけど、我々はそれを赤紙と呼んでいます、はい、ね、うん。もう戦争の世代が少なくなったからちょっと不謹慎は言い過ぎかもしれないけれども、まあ赤紙が入っていたら入試の委員も断らずに、まあよっぽどの時は断れるんだけど、断らずにやらなきゃいけない。これもまあ我々の仕事です。というか実を言うと、まあ端的に言うとここの比重が重すぎるんですよね、結構ね、うん。まあもちろんこの他の事務職の比重も重いんだけど、ここの比重がまあ重てえね、うん。まあとにかくさね、だから例えば何かをね、この書類を出しに行くのにもね、例えばこの学科長のハンコがいるとかさ、まあそういうような感じで、まあいちいちこういうようなこともやらなきゃいけないのが大学教員というもんなんです。で皆さんこれだけ見れば研究と教えるだけして楽して生きてるなんて思わねえだろ、うん。これで思うやついたら張り倒しに行くぞ俺は。まあ、まあそれは普通のサラリーマンも同じかもしんねえけれども、これをやった上でさらにこういう仕事が待ってんだからよ。でさらにまあ言えば、さらに言えば、なんかちょっと傾いてね、言えばこれらの全てのものにおいて、まあね、平時はメールが関わってくるんで、1日何通メールやってんだよ俺たちはっていうレベルだ、ね、当然このね事務とのやり取りのメール、他の先生とのやり取りのメール、まあだから研究業界の他の研究者とかの、俺で言えば水族館とかその辺とのやり取りのメール、メールが遅れても勘弁してください、このぐらいのやり取りをやっているんです俺は。そういう言い訳を言う授業じゃないんだけど、授業じゃねえコーナーじゃないんだけれども、でさらにこの全てに関わる出張というものが入ってくるというわけですね。出張、例えばこの先生で言えばこのね、出張事業みたいなもんである出張で、研究者で今当然学会とかさ、あとまあ研究の一環である調査の一環である出張、まあ事務職の出張は少ないけれども、時になんかあの他の大学との障害とかそういったようなあたり、例えばなんかそういうような感じの出張なんていうのもあんまり俺は今はないんだけれども、もっと偉くなるとあったりするという、そういう感じになっているというね、うん。でこれでもおそらく俺が知ってることの、まあ知ってることはほぼ挙げたけれども、まだ多分あの書いてる時に思い至らなかったようなものは書いてないと思う。ね。今の若手の俺でこれなんだ。多分あの上の方に行ってね、なんか学科長とか学部長になったらこれに多分倍ぐらい加わるんじゃないですか。どうやって研究しろってんだよ。そういうことだ。まあそういう話でね、まあ、こう大学教員のお仕事っていうのは、まあ、死ぬほどね、この事務職の割合、占める割合が強いってことを覚えておいてください。大学教員であり研究者であるけれども、ほぼ事務職なんだ俺たちは、うん。
てな感じで、まあ、ね、ほぼ文句を言う、愚痴を言うだけのコーナーになったけれども、大学教員のお仕事第1回目、大学教員の仕事の見取り図、いかがですかね。これをね、写真撮ってなんかあの YouTube かなんか の、 あのサムネイルにしようかね。サムネイルもいいけど、あれはね、Twitter の壁紙とかにしようかね。大学教員のお仕事っつって、なんかあのこの赤と青だけ思ってる人が多いかもしんないんだけど、この黒の占める割合が死ぬほど多いんだよな。で、その黒に関わるこの緑ね。まあだから皆さんね、大学の先生は事務職であるということを覚えておいていただければ幸いでございます。だって本当にさ、ね、なんだろう、この実験ね、標本解剖したりさ、実験してる時間とかさ、まああとね、黒板の前でこう喋ったりね、こうゼミのラボ生と喋ってる時間よりも圧倒的にね、パソコンの前で書類やって、ハンコもらいに行って、ジム行ってね、ジム行ってって、あのこれじゃないよ、このためにこれ出したんじゃないからね、ジム行ってで、まあ会議出てみたいな時間の方が多いんだぜ、これ意外だろ、これが大学教員の現状。せめてハンコと書類は減らしてほしいっていつも思ってるんですけど、まあその辺はね、永遠減らねえだろうなと思いながら、いつか目安箱みたいなのを設置していただきたいと思ってるんだけどね、うちの大学にはね。まあいいや、その感じで大学教員のお仕事。ただまあこれはさっきも言ったけど、俺がうちの大学での仕事を、まあ、やったことをまとめる話なので、まあ、よその大学では一部なかったり、もっと余計なものがあったりもするのかもしれません。まあ、その辺は、まあね、この動画を見て、コメント欄とかにね、書いておいていただいたり、まあ、俺の、大体こういう愚痴のツイートしてますんで、それに対するリプライとかで寄せていただければ幸いでございます。次回以降はちょっといつな、どうまとめられるかわかんないけど、まあそのお仕事の様子を、まあこの辺のお仕事の様子をいくつかに分けて具体的に、まあ撮影してみたいと思ってる。というかちょっとは撮影してるんですけど、まあ撮影してみたいと思ってるんで、まあその辺も含めて、ね、てか今週の福山大学で大体こういう様子の、いろんなね、こういう様子流れてきてんだろ。だってさね、事務職の出張って何だっつったら教育懇談会、あの保護者対応の出張だよ。保護者対応で大阪行ったり高知行ったり鹿児島行ったりするんだぜ。あと入試の出張だよね。そういうような感じでさ、今思い出したからちょっと補足したんだけど、まあ今週の福山大学で大学教員のこのお仕事の、まあ、ね、につながるような話はしてるんだけど、まとまりが全くないもんですから、まあ、ね、あれだからあれ見ていただけてれば大体わかってると思うんだけど、まあ、その仕事の様子だけピックアップしたようなものを、この大学教員のお仕事という動画にしてみたいと思います。それでは大学教員のお仕事第1回、大学の先生の仕事の見取り図、どうご視聴ありがとうございました。